任務開始。まずはカカシを見つけるところから始める。このどこかにカカシ先生がいるわけ。よし、とっとと見つけてカカシ先生。まだカカシ先生に追いつく。カカシ先生、ここどっち取ったんだ。行くぜサクラちゃん。どうしてあんま。俺が呼んどいたんだよ、お前たちの力を見極めるため。誰が来ようが関係ねえ、全員ぶっ飛ぶ。今だからこそはっきりと分かる、カカシ先生の凄さ。今回はカカシ先生も本気っぽいわ。それだけ俺たちが成長してるって。ま、でもそう簡単に俺はやる。ほらどうだ。はい、先生、やっぱりすごい。今だからこそはっきりと分かる、カカシ先生のすごさが。ラテンガン、カカシ先生、やっぱりすごい。今だからこそはっきりと分かる、カカシ先生のすごさが。一体やら。よし、次だ。やっぱりすごい。ほらどうだ、甘い。今だからこそはっきりと分かる、カカシ先生の凄さが。どうだ。カカシ先生、やっぱりすごい。そらどうだ、甘い。今だからこそはっきりと分かる、カカシ先生の凄さが。カカシ先生、やっぱりすごい。今だからこそはっきりと分かる、カカシ先生の凄さが。ラフェンガン、ここだ。ラフェンガン、カカシ先生、やっぱりすごい。そら、分かる、カカシ先生の凄さが。どうやそんじゃ本物のカカシ先生を探すって。カカシのやつ、周到に準備して。カカシ先生、やっぱりすごい。
分かる。加賀先生の凄さ。当たれ！え？え？ドラゴン！え？加賀先生、やっぱりすごい。ラペンダ！はっきりと分かる。加賀先生の凄さが。加賀先生、やっぱりすごい。加賀先生の凄さが。さすがにわしが教えただけはあるの。加賀先生、やっぱりすごい。今だからこそはっきりと分かる。加賀先生の凄さが。加賀先生、やっぱりすごい。今だからこそはっきりと分かる。加賀先生の凄さが。加賀先生、やっぱりすごい。わかる。加賀先生の凄さが。加賀先生、やっぱりすごい。スケッだから失望させるなよ。そらどうだ。はい、さすがに強いわね、博士。でも加賀先生に小細工は聞かねえ。どうから勝負だってばよ。なかなかいいよ。さてと、それじゃここからが本番。お前たち本当に強くなった。当然だった。相手が加賀先生で、勝つのは私たちです。そいつは何？俺も結構本気なんだが、本当成長した。追い詰めたぞ、加賀先生。
作戦大成功。成長したな、二人とも。